やはりお主、酒に関してはかなりの目利きじゃな。今度おすすめの美酒があったら教えてくれ。いや酒は控えるよう部下に散々言われてたでしょう。仲がいいって言ったら言い過ぎだろうが、俺も一応中東の兵団で長く働いてるからよ。5年前のあの頃は勤務中から飲んだくれてたな。ウォールマリア陥落の時は町の人たちを助けられなかった。エレンの母親カルラも救い出せなかった。俺はそばまで行ったのに、近寄ってきた巨人にビビっちまって、いつか仇を討ってやりたいんだが、いざ実戦となった時にあの恐怖が蘇って思うように動けなかった。大間抜けだ。そういえば最近壁に近寄ってくる巨人が多くてよ、近いうちに討伐作戦に駆り出されそうなんだけど、人手も足りなくて。そうだ、お前の上官に話を通しておくから、お前俺と一緒に出撃してくれないか。巨人の恐怖に負けるわけにはいかねえ。克服しねえと、新兵のお前がそばにいれば俺も逃げ出したりはしないはずだ。いいのか。悪いな、恩に着るぜ。本当にありがとうよ。お前を危険にさらさねえよう気をつけるから頼んだぜ。完了しました。死んでもらうわけにはいかない。
があるのはいいが、死に急ぐなよ。任務は無事成功だ。お互いよくやったよな。巨人が怖くなくなったといえば嘘になるが、その気になれや俺だって実戦で十分やれるんだな。まあそれもお前の援護あってこそだったが、世話になったよ。よし、任務完了の祝いに店でパーってやるか。もちろん俺のおごりだ。新兵というのは君か。では改めて名前を聞かせてくれたまえ。
白そうな若者だな。それで絵の腕は確かなのかね。私が確認した限りでは腕は確かです。ならばやはり適任だな。実は君に頼みがある。私は立場上調査兵たちの前線での活躍をこの目で見る機会がない。残念なことにな。そこで君には壁外で戦う調査兵団の様子を絵に描いて私に見せてほしいのだ。これは命令ではなく私の個人的な依頼だ。どうだろう、やってくれるかね。そうか、やはり絵の腕に自信があるようだな。余計な脚色は不要だ。君が見たままの戦場の様子を描いてくれればいい。もちろん任務に支障をきたさない範囲で構わない。以上だ。期待しているぞ。そんな
ジーカス。この救援要請だ。無視はできない。隠せましたか。家族は何してる？いいものが揃う。また来てくれよ。久しぶりだな。お前と顔を合わせるとこの間の任務を思い出すよ。思い出したらまた体が震えてきた。なんだか余計に巨人が怖くなっちまった気がするよ。生き残るのに必死で正直ほとんど覚えてねえよ。
それお前の足引っ張っちまってただろ。今回はなんとか生き延びられたからよかったものの、正直もう壁外での任務はこりごりだけどよ、任務の後実家に帰って家族の顔を見た時にさ、思ったんだ、戦わなきゃいけねえって。任務の時はすげえ怖かったのによ、家族をあんなおっかねえ化け物に食わせるわけにはいかねえって思っちまったんだ。いやいや、それは自信なんてほどご立派なもんじゃねえとは思うけどさ、とにかく任務に付き合ってくれて本当に助かったぜ。お前がいなきゃきっと生きて帰ってくることもできなかった。正直壁外に出た時はもう二度と家族の顔は見られねえって思ったんだけどさ、本当によかったよ。俺みたいなやつに言われても頼りねえとは思うけど、もし何か困ったことがあったら力になるから言ってくれ。てるんだとしても大したもんだよ。どんな状況でも冷静に対応できていたようだし、君となら今後一緒に組むことになってもうまくやれそうだ。肝の座り方は新兵とは思えないくらいだったぜ。お前はやっぱり調査兵団の兵士に向いてるんだよ。さあ、自信を持っていい。俺にはまだまだ及ばねえけどな。ゲルガー、新兵と張り合わないでほしいね。まあとにかくお前が将来有望なのは分かった。これからも死なねえように頑張れよ。仲間と協力してしぶとく生き残ってこそ優秀な調査兵になれるからね。よし、今日の講義はここまでだ。さあ飲みに行くぞ。おい、お前もつけ。また言ってるよ。巨人化も制限されてる。俺だって巨人と戦いてえのに。贅沢な悩みだな。てめえ一人を守るために毎回何人の兵士が死んでると思ってるんだ。仕方ねえだろ、俺だって戦いてえんだよ。熱くなっちまった。分かってんだよ、俺だって。エレン、きっとジャンもジャンなりにエレンを心配してるからこそああ言ったんだと思うの。ジャンだってエレンが精一杯やってるのは分かってるよ。私ちょっとジャンと話してみるね。なあ、俺はどうしたらいいと思う？
とにかくやってみるしかねえ。ハンジさんたちにも協力を頼んでみるよ。結果を出さなくちゃいけねえ。死んでいった人の命が無駄になっちまう。付き合ってもらっちゃって。少しくらい無理しないと。自分で立案した練習でみんなの足を引っ張るようなことがあったらまずいだろ。アルミン、お前は他人に物を教えるのは得意なんだから、もっと効率的な訓練内容を考えてたな。それをこいつに教えるつもりでやってみたらどうだな。で、同じ内容を自分もこなせばおのずと成果は出るだろう。教えるつもりでか。やってみるよ。ありがとう、ジャン。効率を考えると今くらいの訓練がベストかな。ジャンの助言と君の協力のおかげでなんだかつかめてきたよ。練習計画はアルミンが考えたんですよね。お偉いさんにまで頼られるなんてすげえよな。で、どんな演習になるんだ。こっそり教えてくれよ。構わないわ。僕が考えた演習は実戦を想定した模擬戦闘なんだけど。木で作った的を巨人に見立てての演習ですか。あれ狩りみたいでちょっと楽しいですよね。あ、でも今回はより実戦に近づけるために段階的に前線を移動させて。なんだかんだ言っても討伐数が多いやつが勝ちなんだろう。優勝者は何かもらえるのか。あ、いや、演習だから勝ち負けとかないんだけどな。あの二人勝手に盛り上がっていっちゃった。僕の説明少しは伝わったのかな。ちょっと不安になってきた。僕の計画も少し見直した方がいいかもしれないな。一人で悩んでたらこんな前向きに考えられなかったと思う。君が一緒にいてくれて本当に良かったよ。あ、そういえばもうすぐ壁外任務もあるんだったよね。演習のことで任務がおろそかにならないように頑張らなくちゃ。
対応をより良くするためにはこの任務での実戦経験が役立つはずだ。君の戦い方もじっくり見ておきたいな。参考にさせてほしいんだ。君が協力してくれれば演習計画の作戦もうまくいくと思う。君は強いから。休むことはないな。逃がさない。これでどうだ。
やっぱり訓練と実践はかなり違った。帰ったら演習計画を修正してみるよ。演習計画の改善点を洗い出してハンジさんと一緒に検討しているところなんだ。まだ演習を成功させる自信はないんだけど、でもなんとか乗り越えられるように全力を尽くすよ。では世話になったな。ようやくやれるって気になってきたぜ。お前がいろいろと協力してくれたおかげだ。お前は頼れるやつだ。兵士として安心して背中を預けられる。照れるなんて妥当な評価だろう。今後何かあったら俺がお前を助けるからな。いつでも言ってくれ。ウォール・マリアを取り戻すって目的は同じなんだ。いつか絶対に故郷に帰ろう。当然同郷のベルトルトもお前の味方だ。そうだな、ベルトルト。ああ、もちろんだ。協力するよ。気にするなよ。そもそも兵士が協力し合うのは当たり前だったな。ライナー、君は兵士じゃない。戦士だろう。話すかい？この短い間に僕に対する周りの評価も変わってきたみたいだ。自信が持てるようになってきたよ。そう言ってもらえると嬉しいよ。ライナーみたいに堂々と振る舞えるようになったかな。ベルトルト、いろんな奴がお前のことを褒めていたぞ。最近、自分の意見をはっきり言うようになったって。
この間は悪かったな。これからも一緒に頑張ってくれるか。うん、もちろんだよライナー。いつか一緒に故郷に帰ろう。僕が変われたのは君のおかげだ。本当にありがとう。何かお礼をしないと。それでいいのかい？いや、でもそういうわけにはいかないよ。とにかく何か僕にできることがあれば力を貸すから、いつでも言ってくれるかな。上官に怒られたじゃねえか。それは前から思ってたが、お前兵士に向いてねえよ。とっととやめて開拓地にでも行っちまえよ。その方が向いてるんじゃねえか。この落ちこぼれにはこのぐらい言ってやらねえとわかんねえんだよ。おい君、ちょっといいか。こっちに来い。責められていた彼女だが、実は病弱な母親を故郷に一人残して出てきているんだ。世論に流されて兵士になったが、そのことを後悔していて、母親の介護のために帰郷すべきかどうか迷っているらしい。なんだ、まだ見てたのか。あんな奴と同じ判断なんて冗談じゃないよな。何のことだ。息子がこんな。返してください。せめて遺体だけでもいい。あの子に会わせて。ひでえ面してやがるな。早いところ巨人を絶滅させて、こんなクソみたいなことは終わりにしてやってもんだ。さらに人が死ななきゃならねえってのが
最高にクソったれなところなんだから。リヴァイ。エルヴィンか。お前の方は終わったのか。ああ、もう戻るところだ。君もご苦労だったな。ところでリヴァイ、彼らはどうだ。城の方ははかどっているか。まあ悪くはねえ。未熟だが、やる気と根性はあるらしい。指導は継続するつもりだ。そうか、今後も頼むぞ。ああ。リヴァイは言葉こそ足りないが、真剣に君たちを鍛えることを考えているはずだ。私も君はある素質を持っていると思っている。君の同期には優秀な者が多いが、彼らとはまた違った素質だ。今後もくじけずに研鑽を積んでくれ。君たちが立派な兵士になることが人類の勝利への一歩となる。新しい刀身の開発、新兵器の有用性の検証、いい感じで研究を進められているね。それもこれも君のおかげさ、ありがとう。さて、そろそろ巨人の捕獲に移りたいんだけど。私もだよ。ただ君も知っているとは思うけど、やっぱり捕獲作戦となると伴う危険も大きくなる。おいクソメガネ、てめえ何考えてやがる。いやーリヴァイ、一体どうしたのさ。あ、何って、そりゃ私はいつも巨人のことを考えているけど。そうじゃねえ、いつぞやてめえに言ったような気がするが、てめえの好奇心で部下を危険にさらすな。嫌だなリヴァイ、私だってちゃんと配慮はしてるさ。この子を無理やり危険な任務に行かせるような真似はしてない。ハンジのやつに付き合っていれば命がいくつあっても足りねえ。てめえも巨人に食われてえってなら俺は止めねえがな。まったくひどいなリヴァイ、私を何だと思ってるんだか。あ、でもリヴァイの言ってることも確かなんだ。私たちの研究はこれからどんどん難しく危険になっていく。そろそろ本格的に成果を上げていかないといけないからね。それでも私たちについてきてくれるのかい。そうか、君は本当によくできた助手だよ。でも本当に無理はしないでほしい。部下もつけるし対策も講じるけど、研究のためとはいえ君を失うのは本意じゃないからね。あー、でもやっぱりやるからにはちゃんと成果を持って帰ってきてほしいな。なんてね。調査兵団の練度底上げの件、何かいい案は思いついたか。いろいろ考えてきてくれたんだな。なかなか興味深い。それで考えてきてくれた案の中で君がいいと思う案はどれだろう。やはりそうか、分隊の垣根を越えて
熟練の兵士が指導に当たれば訓練の成果は飛躍的に向上する可能性がある。では指導者として適当だと思う人物と話して具体的な計画を練ってみてくれ。なるほどね。もちろん協力するよ。若い子たちにはもっと強くなってもらいたいしね。俺も異存はない。合同訓練の計画は順調に進められているようだな。君に意見を求めたのは正解だったようだ。ところで調査兵団が抱える問題は他にもある。中でも深刻なのは慢性的な兵員不足だ。この問題についても君なりに考えてみてくれないか。またいい案を出してくれることを期待している。チェックメイトじゃ。手加減できなくてすまんの。わしは負けるのが嫌いな将軍でな。もう一曲どうじゃ。その心意気はよしじゃ。早速始めようぞ。まあ人間同士で勝ち負けを争うのはチェスくらいにしたいものじゃが、こんな話を知っておるか。巨人に地上を支配される前の話じゃ。かつて人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時誰かが言ったそうだ。
もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争い事をやめるだろうと。まったくじゃ。ここまで巨人に追い詰められても争い事は尽きんからの。わしも他人のことは言えんかもしれんが、そろそろ一つにならんと巨人に勝つのは難しかろうて。このままではいずれわしも巨人の餌になろうな。しかしそうじゃ、もし超絶美女の巨人を見かけたらわしに知らせてくれんか。調査兵のお主なら壁外に出る機会も多かろう。まあ本当に超絶美女の巨人がおるのなら食われてもいいんじゃが。お主、その一手でチェックメイトじゃな。何か提案がある。の皮は剥がれていないようだな。だが覚えておけ、私は今も貴様を信用していないぞ。聞け、イエーガ。トロストフでの成功を受けて、今後調査兵団はあんたの力を前提に作戦を行おうとしている。だがその力の不安定さは直接目にした私がよく知っている。あんた自身はこの状況をどう考えているんだ。俺自身もこの力は早く制御できるようにならなければいけないと思っています。けど今は上官の命令なしに巨人化するのは許されないんです。もっと実験をして俺の力を解明できればいいんですが、力が不安定なのはよく分かっています。それでもみんなの期待に応えるためこの力を使うしかないんです。いや、見せます。不安定なのを分かってて使うだと、ふざけるな。
意気込みだけで解決する問題じゃないだろう。暴走した時巨人の体を制御できないんだぞ。確かに調査兵団の働きだけでは人類の領土を拡大するのに何十年かかるかわからないだろうな。その間にウォールローゼが突破されればおしまいですね。選択の余地はないということですか。それに中東兵団精鋭班の方々の死を無駄にしないためにも俺がやらなくちゃいけないんです。そうか、あんたもイアンやミタミの死を無駄にしたくないと私たちと同じように思っていたんだな。イエーガー、貴様の考えは分かった。おい、イエーガーの話を直接聞けて少しはあいつを信じる気になれたよ。あんたのおかげだ。何か礼をしないとな。私にもそういう仲のいい同期がいたよ。とにかく貴様には世話になった。働きは認めてやってもいい。兄、頼む。
たいだね。戦況は見直したよ。あんたも根性あるね。やってましたよ。いざリコハンちゃんお願いします。Thank you.
言い直したよ。あんたの根性あるね。Thank you.
りました。あの信玄団は救援要請だな。なければどうなっていたか。何物のついでだ。救援要請か。皆さん、リカハンちゃん、お願い。
とうございます。何物のついでだ。何隠せました。悪くないや。すごいんだな。言い直したよ。あんたに根性あるね。おお、あれは強そうだな。予想以上だ。いきなりなんだお前ら、何か問題でも起きたのか。いや、その兵長、これを受け取ってください。何のつもりだ。俺たちからの贈り物です。よかったら使ってください。お前ら新兵まで巻き込んで何をして。そのですね、いつも俺たちを信頼してくれる兵長に感謝の気持ちを伝えたくて。それで俺たちみんなで贈り物をすることにしたんです。もしかして気に入ってもらえませんでしたか。余計なことを考えやがって。いいかお前ら、俺への贈り物なんて考えてる暇があるなら死なねえように訓練でもしとけ。すみません。けど感謝の気持ちを伝えたかったんです。そうか。だがお前らが無駄死にしねえことの方が大事なことだ。だがいいもののようだ。次に紅茶を飲む時から使わせてもらうぞ。兵長。兵長、一生ついていくっす。あと俺絶対死なねえように毎日猛特訓するっす。今回は私たちに付き合ってくれてありがとね。おかげで計画はうまくいったみたい。まあ確かに、お前がチョコマコとそれぞれの意見を聞いて回ってなければ今頃俺たちはまだ揉めていたかもしれん。ああ、オルオの言う通りだ。礼を言うぞ。またお前に協力を仰ぐこともあるかもしれないが、その時はまたよろしく頼むな。
揃っているよ。また来てくれよ。